おいでませ山口へ。 Welcome to Yamaguchi。 山口市は豊富な緑や清澄な水を有する自然に満ちた都市です。また大内氏時代や明治維新関連の歴史や文化資源が今に残されており、湯田温泉などを含めて観光地としての魅力も備えた都市となっています。県のほぼ中央に位置しており、人口は約20万人です。山口市の広域交通網が東西南北に走り、インフラもしっかりと整備されています。道路も広くきれいで運転しやすく、中心部から周辺部へのアクセスの良さも抜群です。県内の主要な都市に1時間以内で移動できるとともに、高速自動車道や山陽新幹線、山口宇部空港といった高速交通網との接続の便も良いです。地震など災害が少なく、何でも揃っている程よい田舎、山口市は住みやすい町と言われています。新幹線の止まる新山口駅小郡から市の中心部までは JR 山口線で約20分です。県庁周辺には県立の美術館や博物館、図書館、さらにホタルが飛び交う一の坂川、サビエル記念聖堂や日本三名塔の一つ瑠璃光寺五重の塔といった歴史的文化的観光資源も今に残されています。アメリカのニューヨークタイムズ紙が発表した2024年に行くべき52カ所で、世界各地の旅行先の中で山口市が3番目に選ばれました。その理由は、山口市は西の京と呼ばれ、観光郊外に悩まされることが少なく、コンパクトな都市として評価されています。記事では国宝瑠璃光寺五重の塔、鉱山公園や陶芸工房、コーヒーショップ、おでんや鍋料理をカウンターで提供する店や湯田温泉が挙げられています。また毎年7月に開催され、約600年の歴史がある山口祇園祭りも紹介されています。中心商店街には百貨店やスーパー、老舗店をはじめ、近年では若者の企業によるおしゃれなセレクトショップや裏路地のバーやカフェなども増え、魅力的な街づくりが進んでいます。特に駅通り商店街は、休日は福岡などから山口へ買い物に来る若者もいるほど、知る人ぞ知る店も多いのです。すぐ近くにある山口情報芸術センターは、海外のアーティストをはじめ、あの坂本龍一もやってきた世界的に有名な施設です。市立図書館も併設され、前邸の公園は市民の憩いの場にもなっています。また白虎が見つけたといわれる源泉72度の湯田温泉も魅力の一つです。町の中には6つの足湯があり、観光客と地元の人たちとの癒しのコミュニティの場にもなっています。
この湯田温泉から中心商店街一帯が8月の第一土日には真っ赤な提灯で彩られ幻想的な夜が訪れます。これは室町時代から続く日本三大火祭りの一つ、山口七夕提灯祭りで、山口市の夏の風物詩です。山口の名物といえば、わらび粉も使われるウイローがあります。名古屋のウイローも有名ですが、私たちは山口のウイローが日本一と自負しています。中心部から少し車を走らせると南部地域には山口湾が広がり、豊富な海の幸も味わえます。特に養殖発祥の稚アユ地域の車エビは有名で、毎年エビ狩り世界選手権も開かれ、全国から観光客が訪れています。隣接するアジス地域には、アチスーラには今なお白壁のイグラ作りの懐かしい家並みが残っています。また山口キララ博記念公園や山口県立キララ浜自然観察公園があり、広大な園内には多目的ドームをはじめ様々な施設があります。子どもから高齢者まで楽しめたり、野鳥や渡り鳥を中心としたたくさんの生き物を身近に観察できる公園があります。また小郡地区は交通の要衝であり、新山口駅があったり、 SL 山口号の出発地でもあったりします。小さなエリアですが、人口が最も密集しており、生活の便が良いところです。一方で特殊地域は森林浴で癒し効果が得られると科学的に実証された森林セラピー基地を有する広大な山々に囲まれています。さらに阿東では冬は雪景色に包まれるなど、四季折々の自然が楽しめます。年間を通して比較的過ごしやすい気候ですが、山口市街地のある山口盆地は夏は極端に暑く、最高気温は35度近くに上ることが多い、冬は極端に寒いこともあります。このような自然豊かな環境の中、若手アーティストや作家など、この地でものづくりをする人たちも増えています。市内では毎週のようにギャラリーなどで写真や絵画などの展覧会も開かれており、芸術や文化性の高い町とも言えます。さらに県立や国立の大学もあり、学生が地域に溶け込んで積極的に活動しています。山口市は2005年と2010年に周りの町と合併しました。そこで、阿東地区、徳地地区、愛尾地区、小郡地区、アジス地区と旧山口市の地区に分けて紹介しています。また YouTube では旧山口地区を山口中心と湯田温泉とその他に分けて紹介しています。またのお越しをお待ちしています。 I look forward to seeing you again.